栗林、防御率 6.75、14.2 回、1勝6敗、ホイップ、2.05、被安23、被打率3割8分3厘、被本2、自責11、これ。地味にヤバいのに話題になってないよな。三振は取れてるからな。派手にヤバいで。二軍で調整せんのか？例の WBC のトレーナーに壊されたの話はヤバすぎるな。ほう、南自民の WBC での栗林叩き、完全に黒歴史になってしまう。WBC で日本のため必死に尽くした結果がこれなのか？巨人の中継ぎ。すまん、さすがに6敗してるやつはおらんわ。WBC で赤毒イベントあったんやろ。WBC トレーナー大丈夫博士説。中日が調子良くなると弱体化する説ある。愛妻氏の希望行く。さよならがなかったらもっと派手に失点してそう。今日は1失点でしのいだやろ。何の問題が？ WBC 仮病説を結果で嘘だと証明した男。あの時はマジですまんかったわ。燃える、登板と抑える、登板交互に繰り返してるのほんまくさ、次は抑える、ターンだからもう一回使ってええやろ。抑えるのビハインドだけやん、それで洗いがいけるやん、してまたボコられる毎度の流れ。皆さんは、栗林選手の成績、どう思いますか？コメント欄で今回の動画について、感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。